はい、皆さんこんにちは。今日もですね、この人間型 A だとですね、オートマトロン編の続きをプレイしていく前にですね、ちょっと今日ね試したいことがあるんで、ちょっとそれをやってからいきましょうかね。すごいね、このボディースーツかっこいいね。皆さんもね、ご存知の、モッドですね、パワーアーマーエアドロップというですね、ベルチバードがですね、自分の、セッティングしたパワーアーマーを落としてくれるっていうモッドなんですけども、まあ通常であればこう、まあ、呼び出しますね。来ましたね、ベルチバード。ちょっとね、あいにく雨が降ってきちゃいましたけど、そしてこうね、パワーアーマーをねこう落としてくれるっていうね、モッドがありますね。あれ、あれ、これバグったか。おお、ええ、これ中身人入ってますよね、これ。あれ、これバグった。え、え、あれ、バグったか。え、ベルチバードは攻撃できるのかな、これ。当たんない。当たった。バグっちゃった、これ。対ベルチバード用の武器、あ、効かない。
お？いやー今ね自分もこのモッドね使っててね初めてバグりましたね。これ今までねこんなこと一度もなかったんですけど、すいません。じゃあね早速ちょっとね、一回ちょっともう一回やり直してみますね。ね、今日は快晴ですね。じゃあねちょっとこのボルトの上の場所が悪かったのかな。ちょっと、ここでやってみますかね一回。来ましたね。今度は大丈夫だと思うんですけど。あ、今度は大丈夫ですね。今度人入ってないですね。でどうですかこの T60、 めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。ほらすごいねこの全身黒の。ね、胴体はねこれ X01 のね胴体使ってますね。この、テスラコイル。ちょっとね、今ジェットパックが表示されないけど、これ。その装置があれば、私たちにとって有利になるはずです。ほら、素晴らしいね、これ。そう、フリーカメラでね。ほら。ね、ジェットパックもね、このクローム仕様。めちゃくちゃ光ってるね、この。ね、これ新型の T60、そうですね、これ。ね、T60、V8 インターセプター、ブラックパーシュートスペシャルですね、これ。素晴らしいね、これ。ね、素晴らしいこれ。でちゃんとねこれジェットパックもねこれ金ピカだしね、これピッカピカのクローム仕様ですよこれ。ねえ、素晴らしいねこれ。あ、だからか、やっぱボルトの上じゃパワーアーマーの脱ぎ着ができるできないから、だからさっきバグったんだねこれ。ね、これ用のねこの ゴーグルがあるんですけど、このね頭につけてるやつ、これがねこれがオートメーションでね、なんですかね、天候が悪くなったり敵がね戦闘中だとね、バイザーがこれ下がります。でこうやってエフェクト敵がこうやってまあ、敵体が動いてるものがこうやってハイライト表示されたり、ほらで戦闘やめるとこういう感じね。で武器を構えると
で、本当はね、これね、ボディースーツのこの胸のジッパーもね、戦闘中はね、こう、チャックが閉じたりできるようにできるんですけどね、ちょっとあえて、まあ、このままにしてます、それは。で、まあ、これね、すごい、まあ、夜だね、これ暗いですね、これ何も見えないですね、これ。ね、まあ、ライトをつけてこんな感じですね、これ。消すともう真っ暗ですね、これ。これでさっきのやつをつけると、こうやってね、ナイトビジョンモードになりますね、これ。で、武器を構えると、こう、ね、動いてるものがこうやってハイライト表示されますね。それでは次はですね、パワーアーマーをですね、何もセットしていない状態で、呼び出した場合、どうなるかですね、ちょっと、やっていきたいと思います。それではいきましょう。さあ、来ましたね。何か折れてきましたね。ちょっとフリーカメラで見てみましょう。それでは、パワーアーマーエアドロップのですね、秘密に迫っていきたいと思います。おや、おお、どうやらですね、この透明な NPC の方がいつもね、パワーアーマーを運んできていただいてるみたいですね、これ。ああ、こうなってんだね。で、消えるって感じですね。はい。で、この背中のこのクローム仕様のこのピカピカのこのジェットバッグが、そう、スーパーチャージャーですね、これ。スーパーチャージャー。これが加速装置ですね、これ。ダッシュで走って、すごいね。あんま大して速くないですけど。 ではですね、オートマトロンのですね、続きをですね、この、人間レイダーとですね、また続きの方をやっていきたいと思います。ではですね、この人間レイダーとですね、またオートマトロンの続きをやっていきたいと思います。ちょっとね、今オートマトロンのクエストの途中で、今度エイダにですね、ちょっとレーダービーコンを取り付けなきゃいけないんですよ。で、この人間エイダに取り付けた場合ね、ちょっとどうなってしまうのかね、ちょっとまだわからないんでね、ちょっとね、そもそもこの状態でロボット作業台に移せんのかな。ちょっとね、やってみましょうかね、これ、早速。
あ、できるんだ。で、このレーダービーコンを取り付けた場合、ああ、うわ、透明人間になってしまった。おい、ね、いかがいたしましょうか。エイダ、お待ちください。改良は成功しました。新しいハードウェアを検知、ソフトウェアをアップデート中。設置完了です。メカニストのハードウェアを分析中。レーダービーコンは暗号化された強力な信号を受信していますが、発信源は確定できません。それでもいいスタートよ。ええ、全くです。さらなる助けが得られれば、信号を解読してメカニストの居場所を突き止められます。ようやく有益な情報を得たわ。ええ、でもそう単純な話ではありません。よし、やりましょう。ロボブレインの居場所をピップボーイにアップロードしています。気をつけてください。あのロボットは集団で移動するので、激しい抵抗に遭う恐れがあります。うわー、エイダが透明人間になってしまった。うわー、マジか。あ、でもこれコンソールで直せるかな。ちょっとね、試してみましょうね。これエイダの ID はこれですね。直るかな。で、まず顔で、じゃあプリセットだ。エイダ、あ、これがエイダのプリセットだから、え、これもね、モッドのプリセットですね、これ。はい。で、顔をこれにして、で、髪型を、髪型もね、ショートカットもいいけど、まあ、これね。エイダウォンにして、で色もね、どれだっけ、これで。ああ、治った、治りましたよ。いやー、よかったよかったよかった。はい、ではですね、エイダの顔も無事に元に戻ったんで、またですね、次回、オートマトのクエストの方を進めていきたいと思います。はい、よかったですね。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。はい、それではすいません、失礼いたします。